1977年の幌かない駅と周囲約500メートル範囲。上が朱鞠内方面。副本線側ストックヤードには多くの木材が、また駅横の貨物ホーム付近には石炭が望みされている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成幌かない駅は北海道宇流郡幌かない町技滅かないにあった。 北海道旅客鉄道新名線の駅である。沼牛駅とともに、幌か内町で最も長い歴史を持つ駅であったが、新名線の廃線に伴い、1995年9月4日に廃駅となった。廃止時点で相対式ホーム2面2線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム南側と、 対向側ホーム南側を結んだ、校内踏切で連絡した。線路西側の駅舎側ホームが、下りの1番線、対向側ホームが、上りの2番線となっていた。その他1番線の名寄方から、駅舎側に分岐し、駅舎北側のホーム切りかき木部分の貨物ホームへの、貨物側線を一本有していた。かつては、対向側ホームは、島式ホームで、 1983年時点では、外側の一線は、側線として残っていた。この側線からは、深川方に伸びる、行き止まりの短い側線を一線有した。その後1993年までには撤去された。職員配置駅で、駅舎は木造平屋建てで校内の西側に位置し一番線ホーム中央部分に、接していた。開業時は、北も尻駅舎より、 若干大きい程度であったが、1956年までに増改築されている。その後も改修されており、外壁は防水ベニーや張りであった。1983年時点では、駅舎内に売店を有したが、1991年に撤退した。駅前広場には大きな庭石を配した月山と、歓迎滅加内町と記載された塔が設置されていた。塔駅の所在する地名より、 地名は、アイヌ語の、朧花内に由来する。付近を流れる朧花内川が、本流であるウリュ川が、北から南に流れるのに対して、逆向きの流路をとっており、遡って山中に行こうとすれば帰って遠回りになる、ことから付けられた。四幌線ホロカ駅と同じ語源である。廃駅後も駅舎は、現役当時そのままに残され地域の集会所及び、バス待合所として、 再利用されていたが、2000年3月19日に発生した火災により消失した。その後は、駅前ロータリーと下りホームが残されていたが、2002年に道路工事のためすべて姿を消した。2010年時点では駅跡に JR 新名線滅辛駅跡と掘られた庭石と線路によるモニュメントが設置され、2011年時点でも同様であった。 ありがとうございます。